岡市清水区に本社を置く東海機関の社員らが出席しました。式では大井川鉄道と東海機関の社長を務める鈴木はじめさんが桑入れの儀式を行い、工事の無事と完成を祈りました。東海機関は大井川鉄道の SL のボイラー整備に40年以上携わっていて、 SL 運行に欠かせない会社です。造工費は3億5000万円で、鉄骨造り2階建て SL2 台を同時に修繕できる広さがあり、来年1月の完成を予定しています。